酒米酒米は日本酒を醸造する原料、主に麹米として使われる米である。日本では玄米及び精米品質表示基準において、うるち米と定義されているが、正式には酒造公的米もしくは醸造用玄米と呼ばれ、特有の品質が求められる。このため、通常の食用米や一般米として利用されるうるち米とは区別される。ただし、 酒米を炊いて、米飯として食べることも可能なほか、精米技術の向上などで、食用米を使った日本酒醸造は現代でも行われている。酒米として使用される種類や方法には、近年注目すべき変化がある。1951年以降は、正式には酒造公的米といい、公的な統計で使われる農産物規格規定の醸造用玄米に、 分類される品種を指し、一般米と区別されるようになった。新白米と呼ばれることもある。ヌカでほとんどがジャポニカ米である。酒造適精米に関しては、酒の原料に使われる一般米参照。同じ米でも、家庭の炊飯器などで調理して食べる食用米に比べ干潮は高くなり、補調も長いのが通例である。しかし、風の強い地方では、 倒れにくいように品種改良によって環潮も補調も小さいものが次々と作られている。一般に米の粒が大きい。これは中央部の心白を出すため精米しやすい大きさでもある。このことは専門的には精米特性が高度精米、高度精白に耐えられるなどと表現される。食用米のように粒が小さいと 深く精米するとすぐ砕けてしまうからである。心白が大きく、タンパク質の含有量が少ない。また、磨き込んでも砕けることがないよう粘度が高く、もろみによく溶ける。その品種の心白の大きさは心白発現率で表される。食用米と同じように、気候、土壌などそれぞれに公的な栽培環境があることも重要な性質の一つで、 同種であっても産地によって品質の違いが生まれる。故に、例えば山田日式のように人気の高い品種には、栽培地によって特 A 地区、A 地区などと栽培地区分が存在する。酒への醸造のしやすさのこと。醸造適性が高いなどと表現される。醸造適性、酒造適性などと書かれることも多い。内容としては、新城発言率の大きさ。 精米特性の対応、正規性すなわち、麹への作りやすさ、派生込みの良し悪し、虫米吸水率、荒タンパク質含有率などが挙げられる。米が豊作の年には、米の質の関係から、醸造に失敗しやすいこともある。これは、豊作の年の米が、比較的、硬いため、酒を作るときに米が溶けにくく酵母が十分、繁殖するのに時間がかかり、 その間に雑菌が繁殖してしまうためだとされる。大正4年には、この現象により、日本各地で醸造に失敗、酒造業全体に深刻なダメージを被ったとされている。反対に、不作の年は、酒を作る当時の大半が農家出身であるために、不作の年は貴重な米を特に大切にして、丁寧に酒を作り、不作の年は、米が柔らかいために、 酒の発酵が早まりやすくなるものの、それを抑えるために低温で仕込むので非常に良い酒ができやすいとされる。米粒の中心部にある白色不透明な部分を心白という、デンプンからなっている。この部分は細かい空隙を含んでいて、光を反射するので不透明になる。またこの空隙に麹菌が入っていって発酵することも、 酒造りにおいて心地が好まれる一因である。逆に、精米の工程で削り落とされる外角部は、デンプンだけでなくタンパク質や脂肪を含んだ混合体なので、空気が入っても光を透過するため白色、透明である。醸造適性の大きい酒米の条件とは、などである。酒造りにおける醸造工程では、麹菌と酵母がデンプンと水をアルコールとに、 酸化炭素に変えていくので、米に含まれる澱粉質が重要視される。米粒の含むその他の成分、すなわち食用米の旨みの元となるタンパク質や脂肪は日本酒にとっては雑味の原因となるため、酒米もこれらの成分ができる限り少ないことが望ましいとされることから、酒米には食用米の旨み成分がほとんど含まれていない。 また酒米は心白の空撃が多いゆえに、炊飯するとパサパサした食感になりがちで炊き方も非常に難しく、たとえ特英地区、山田日式のように高価な酒米を炊飯しても美味には仕上がりにくいことも、酒米が食用のうるじ米と区別される理由になっている。またこれゆえに、酒米として用いる米は、ぬかなどの外角部を食用米の場合よりも、 大きく削り落とす。この工程を、酒造りの用語では、精米する、あるいは平たく、米を磨く、削ると表現する。元の米粒の大きさや重量に比べてどれくらいまで、外角部を削り落とすかが、精米部合として示される。精米部合とは磨かれて残った割合を示すもので、あり、数値が低いほど磨きがかかっていることを指す。 ちなみに清白度という呼び方もあるが、こちらは逆で磨いた割合を示すもので、数値が高いほど磨かれていることとなる。その品種の一粒に対して、心白がどのくらいの大きさを占めるかをパーセントで表したもの。例えば、三山二色で20%程度、蔵の花で9%程度とされる。1998年以前は、べての酒造公的米において心白は、 粒の平面の1、2に以上の大きさと規定されていたが、多様な新種の開発に伴って、同年、食料庁検査課長による通達により、品種固有の特性を踏まえ、形質全体で判断するという内容へ、規制緩和された。一般に、山田錦が酒米の王者などと言われて、最も尊重され、各倉が、官評会へ出品する酒は、山田金で作ったものが多い。 また、官評会においては、山田錦の酒米としての有利性を考慮し、山田錦の使用率が50から100%である。生成種については、第2部といって、出品部門を別にしている。このような背景もあってか、酒造関係者の間では俗に、YK35 といって、山田錦を使い、協会9号工房を用い、 生米部合35%まで高めれば良い酒ができて、官票会でも金賞が取れるなどと公式めいた言葉が流行したことがあった。もちろん実際の酒作りはそんな単純なものではない。特に1980年代以降、各都道府県の特性を生かした酒米が多く開発されてきている。500万国、宮間二式、発端金のように、 国際市場を含めて高い評価を得る品種も増加している。ゆえに、まだまだ山田錦の名声は根強いものの、山田錦でなくては良い酒は作れないといった価値観は過去のものとなりつつあり、いろいろな米からそれぞれの米の特質を活かし、いろいろな味や香りの酒が作られるようになってきている。こうした酒米の種類の多極化は、精米部合の技術にも変化を与えている。 例えば、熟成した仕上がりに強い山田錦は35%まで、精米して、ようやく心白に迫るような粒の大きさであるため、YK35 などとも言われていたのであるが、逆にフルーティな仕上がりに強い500万石は、粒が小ぶりであるため、35%まで削ると、砕けてしまう恐れが大きい。すると自然と、精米部合はその前で止める数字となっていくのである。 大銀醸をはじめとした特定名称種の定義は生米部合とも密接に関連しているために上述した事実からこの酒米の種類では大銀醸はできないといった議論がなされることがあるが上記のような理由からそれは必ずしもその酒米の良し悪しを序列化するものではない大正年間まで一般的な酒米であったにもかかわらず昭和初期における 精米技術の劇的な変化や、国情不安などによって、もはや、絶滅してしまった酒米の種類も多い。しかし種もみやもみ殻などがわずかでも残存していた、ものは、バイオテクノロジーなどの力も借り、何年かにわたる育種を繰り返し、酒造りに足るだけの終了を得ることで酒米として、復刻され、再び徐々に出荷されているものもある。こういう品種を復刻米という、 近年、復刻された品種としては次のようなものがある。従来より数種類の酒造公的米を混ぜて日本酒を作ることが多いが、単一の米酒を使う酒蔵が増えてきているのも最近の傾向である。このように単一種の酒米から作った日本酒を蔵言葉では単味酒あるいは一味酒などと呼ぶ。官評会では大愛部。 すなわち、山田錦以外の品種を単独使用、または山田錦の使用割合が原料の50%以下の完成種に区分される。このような方法で作り、用いた酒造公的米をラベルに明記した先駆けは、高木酒造の14代とされているが、最近では多くの蔵がこの方法を採用し、米酒以外の条件を揃えて消費者の米種別の思考を模索したり、 それぞれの米種にあった醸造法が研究されたりしている。またタンミーチュの出現は必ずしもフクミーチュすなわちタンミーチュでない酒の品質を低めることを意味しない。フクミーチュは蔵元のコンセプトにより往々にしてその味を出すためにわざわざその割合で複数の種類の酒米をブレンドしているからである。ブレンドの概要は大抵裏ラベルなどに表示されている。 酒の原料として米を捉えるならば、麹米、酒米の他にもろみを仕込む時に加える掛け米がある。従来、掛け米には、麹米、がけ米などにどういう種の酒米を用いているかは、裏ラベルに表示されている場合が多い。米は1票イコール6 0ラムであり、稲作農地は面積一端をもって基本単位とするが、 平均的な食用米が一旦につき10票近く取れるのに対し、平均的な酒米は4から7票ぐらいしか取れない。無理に収量を増やそうとすると、一旦あたりの土壌の養分の量は決まっているので、取れる米の質が落ちる。化学肥料を使って土壌へ人工的に養分補給を行うことは可能だが、取れる米は有機栽培に比べて脆くなり、やはり質が低下する。 そのため、基本的に終了とベースは、反比例の関係にあると言ってよい。それぞれの品種の酒米において、個々にそうした反比例が成り立つため、上級品種だからといって必ずしも下級品種よりも、良いベースであるとは限らない。わかりやすい例を出せば、酒米の王様と呼ばれる、山田錦も、どの土地で、どの土壌で、どの農法で、どの特農家によって栽培されたかによって、 品質はピンからキリまである。例えばお町は、元来は、大変優れた品種であったが、あちこちで収量を増やしたために品質が落ちた。平均的な酒造公的米の価格は1票あたり14,500円、程度。平均的な山田錦は1票17,000から18,000円、程度。一旦で4.5票しか取れないような、高品質な山田錦になると1票4万円。 程度であるが、もちろん毎年の米の作柄などによっても変動する。現在は、酒蔵が酒米を作る、特農家と契約栽培を結ぶ時には、酒米の質を落とさないために、できた、米一票単位で契約するものではなく、はじめに、他の面積一旦あたりいくらで契約するのが、通例である。その方が、農家にとっても一年の収入が保証されているので、 安心して酒米作りに洗練できるからである。収穫直前の台風などで稲が倒れた場合は、稲を起こせば何とか収穫できる程度の損害であっても、特農家は酒米作りの名人としてプライドがあるため米を蔵に売らない。その場合は蔵としても原料調達にコストをかけることになるので、そういう酒造年度は当然種の値段が上がる。大抵、 プライスリーダー的な酒蔵から値段が上がっていく。その年々の気候を思い返しながら、翌年に出回ってくる酒の値段を読むのも、興味深いものがある。食料管理法の時代は、収量の大きい米の栽培ばかりが促進されたために、多くの優れた酒米が絶滅した。また1980年代頃までは、ほとんどの蔵は農協などから一括して、酒米を買い入れ、 これを精米し醸造していた。こうした農協経由では一票につきいくらという売買になった。それが一時期姉妹の質が落ちていった原因の一つと言われている。また、これでは当時が自分が目指す手質に適合した酒米をとことん追求できなかった。こうしたいわゆる顔の見えない流通形態が昭和後期以降の日本酒の消費低迷を招いた。 一員ともなっていった。その反省から、1990年代以降は、自前の酒米用農地を持ち、春から秋にかけては米作りを、秋から春にかけては酒作りを行う蔵や、酒米作りを専門とする農家と栽培契約を、結び一体化した生産体制に切り替える蔵が急増している。この形態を、農場一貫などといい、自ら稲作も兼ねている酒蔵を、 次期リマツ像、もしくはブドウから栽培するフランスのワイン農家に、なぞらえて、ドミエヌ像などという。それだけ原料である酒米へのこだわりが強くなり、酒は米から作る時代になってきたとも言われるわけだが、歴史的に見れば、大正時代以前の生産形態へ回帰しているとも言える。また、日本酒と同じ原料、製法による酒の海外生産が増えていることから、 JA 全農などによる酒米の輸出も始まっている。酒を作る米イコール、酒米と考えることはできない。なぜなら、日本酒の原料として、醸造用玄米に分類されない、一般米、すなわち農産物規格規定で水筒うるち玄米に分類される品種からも日本酒は作られているからである。これら一般米は、大抵酒造公的米より安いので普通酒などには、 多く使用される。しかし、たとえ廉価で、醸造適性の低い一般米からでも、当時の技量によって、いくらでも優れた、完成種が生成されているという事実は、突起されて良い。この味にしてこの原料米というのは、逆に当時の技量を評価する一つの尺度ですらある。以下は、酒造公的米には分類されないが、酒の原料米とされることでよく知られている品種である。一般米。 食用米とみなされることを避けるために、酒造的精米と呼ばれている品種もある。古くから自然に存在する在来種ではなく、人工的に開発された品種のうちで、農場一貫の酒蔵が生成種の目標とする、種質に合わせて自社交配したり、その他民間会社や教育機関が開発したりした酒米の品種を指す。農林水産省所管の農業。 食品産業技術総合研究機構で開発された酒米の品種を指す。国の農業政策の一環として開発された初雫などがこれにあたる。ここでは都道府県の試験研究機関、すなわち農事試験場、醸造試験所などで気候や土壌をはじめとしたそれぞれの都道府県の自然条件を生かすように開発された酒米の品種を指す。同じように 都道府県開発の生種工場と合わせて使用することを開発の段階から想定もしくは理想としている場合が多い。地産地消が求められる中、生種工場とともに現地適応性を持った酒米の開発は、それぞれの都道府県にとって地元産生種の品質向上、ひいては地域経済活性化や地場産業立て直しの重要な鍵を握っている。このため、 新しい品種の開発は1990年代から富に咲く。ただし、開発された酒米は必ずしも各県内のみに流通するのではなく他県で使用されることもあれば他の品種と交配してその地方内外に適応する新たな品種の開発のための交配親となることも多い。開発のコンセプトとしては次のような観点から気候や土壌などそれぞれの土地柄に合っていること。 すなわち現地適応性が模索される。都道府県は、主要農作物種子法に基づき、都道府県の農業試験場等で、酒米品種の奨励品種決定のための試験を行い、有料な品種を農業者に対して、栽培を奨励。具体的には、栽培技術の指導が施されたり、都道府県から助成金、補助金などが給付される。また、その土地の自然環境に適した、 栽培種であることが認められると、米においては、酒造公的米、水筒ウルチもみ、水筒もちもみ、水筒ウルチ玄米、水筒もち玄米の種類ごとに設定される。都道府県奨励品種と異なり、産地品種銘柄は、複数の都道府県のブランドとして指定されることも、多い。例えば平成18年時点で、山田錦は28府県で、 産地品指名柄に指定されている。以下は原産地の都道府県によって分類した主な酒米の一覧と概要である。より詳しく参照するときは、それぞれの項目のリンクをたどられたい。複数の都道府県で栽培されている場合には、原則として原産地都道府県の項に配した。ただし、一旦絶滅した復刻米などの場合で、なおかつ現存するのが、 復刻地の尽力に負うことが顕著である品種は、復刻地都道府県の港に配した。親本が併記されている場合は、原則的に母本、七本の順である。江戸後期に宮光が発見されてから、なだ、伊佐島を中心として酒造りの中心地となった道県は、明治時代から酒米の開発を盛んに行っている。中には、太平洋戦争を辛くも生き延びて、 戦後に日の目を浴びた品種も多い。清酒の原料、酒造公的米について、愛産県、ニュース2009年6月号2019年8月4日、閲覧、脱災、コロナで、売上原原料の山田錦を食用販売、朝日新聞デジタル2020年5月13日。酒、ちょっといい話。しかし、これらの雑味の中には、 調理に有効な旨味成分も多く含まれていることから、料理主要として醸造される、日本酒の中にはあえて雑味を残す醸造方法をとっているものもある。どちらを使えばいい料理酒と生酒の5つの違い、家のことで役立つ、東京ガス暮らし情報サイトうちこと2019年7月31日、閲覧 ABCD、日本酒の基礎知識。 蔵元を訪れ美食を楽しむ日本酒入門ダイヤモンド社2007年6月1日初版8ページ ISBN 978から4から478077870なお酒米でも粘りの少なさなど食感への評価や供給過剰から食用とされることもある酒米食べて消費喚気兵庫で山田日式などパン原料やカレーに 供給過剰、3年連続、低等級、開鉄数、日経 MJ2019 年8月26日。ABC、米と作りの重要性、純米酒を極める公文社、2002年12月20日、初版、P86。ISBN4 から334031781。高まる日本酒人気、国産姉妹 A に輸出、全農、秋田、兵庫の、 K4 トン、日本経済新聞長官2018年3月21日。ABCDEFGHIJ 平成30年産、酒造公的米の生産状況投資料に酒造、公的米の農産物検査結果と30年産の、生産量推計に農林水産省法律第20号、酒、酒米ハンドブック株式会社分1総合出版。 1> p 1 7ハット AB 坂前ハンドブック改訂版。文一総合出版。AB、JSA 酒ディプロマセカンドエディション。一般社団法人日本ソムリエ協会。2020年3月1日。AB、白幕、試験醸造酒、山本淳大人、秋田種 125&121 号。2021年1月30日閲覧。 水筒新品種大銀上司向け酒造公的米。福井県独自開発の新酒米の名前、坂、誉れに決まる産経ニュース2020年9月18日閲覧。3、素材。吉村秀夫商店。2014年1月5日閲覧。100年前の酒米で、日本酒復刻へ、姫路の新特産品に。神戸新聞ネクスト。2018年9月18日。 閲覧、ありがとうございます。